いつも、セントバーナードムックチャンネル見てもらってありがとうございます。今日はですね、ちょっとこれ、隠し撮りみたいになってるんですけど、ママとね、リオンとムックの夜、いつも毎日のね、夜のルーティーンみたいなね、寝る前のちょっとイチャイチャしてるのを撮ってます。リオンはもうべったりですね。もうね、寝転がってね、気持ちよさそう。ムックはちょっと多分いつもだとちょっかい出してリオンと喧嘩になるところが、今日は大丈夫そうですね。お、仲いい。いつもこんなことしないのに、いつもね、リオンの頭ガブってかじったりしてね、それから喧嘩にね発展するんですけど、今日はおとなしい。どうしたんだろう。大型犬のね、魅力はこういうところですよね。もう本当にね、メリットしかない。もうデメリットは短命っていうところだけですね。やっぱり小型犬に比べて短命っていうところだけがデメリットで、もう他はもうメリットしかないですね。もうまずね、この大きさと存在感がもうたまりません。本当にね、人間の赤ちゃんって2歳3歳ぐらいまではすごくね可愛くて、だんだんこうね、生意気になるじゃないですかね。うちの子もね、もう8歳なんですけど、もう生意気でね、よく喧嘩しますけどね。もうリオンとムックとかね、これ大型犬はね、体は大きいですけど、もう中身はずっと ね人間の2歳に、2歳3歳児と同じぐらいのね感じで甘えてくるんで、もうたまらないですね。ね、話してることもよくわかるし、利口ですしね、あと吠えないですしね、すごく飼いやすいですよね。一緒に暮らしやすい。で、まあ、大型犬ね、飼ってる人はね、あるあるだと思うんですけど、よくね、大型犬散歩してるとね、大変でしょうってね、よく言われます。これ絶対みんな言われてると思うんですよね。だけどなんかね、こう、もう毎回言われるんでね、イラッときちゃうんですよね。全然ね、もう人間に例えてもらえればわかると思うんですけど、ね、人間の子供でね、体がちっちゃい子と大きい子でね、大変かなんか、ね、普通思わないですよね。ね大きい子はね、食費がかかったりするのはね、当たり前だし、ね、子供が大きくてね、大変だななんてはね、思う親はいないと思うんですよ。ね、だからそういうふうに考えてもらって、ね、大きいから大変だってことはね、まずないですね。小型犬だろうが、大型犬だろうが、変わらないですね。まあ一人の子供として考えたらね、リオンもね、リオンは4歳ね、ムックは、もう1歳半ぐらいですかね。まだまだ赤ちゃんですけどね。リオンはもう全然ほとんどね、もうまず吠えないですし、トイレもねちゃんとできますしね。リオンの方はもうね、あまり困ることはないですね。ただね、まあ人のものとかね、こうね、なんかね、人がぶら下げてるおもちゃとかね、キーホルダーとかそういうのね、あとマスクとかね、こういうの取る癖があるんで、まあそこだけ困ってるんですけど、もうそれ以外はほぼね、手がかからないです、リオンはね。で、逆にね、セントバーナードのムックの方は、まあそういったことはもうね、飛びかかりとか噛んだりとかね、他のワンちゃんに危害を加えたりとか、まあそういうのはもうまずないですね。拾い食いもまずないですし、ただね、本当に一点困ってんのは、夜中ね、喉が渇いて水がなくなると吠えます。ね、この大体この吠えるのが、ね、大体ね、3時とか4時ぐらいなんですよね。だからちょっとね、水の、
ボトルをちょっと大きくしようかどうか迷ってます。それ以外はね、こう他のワンちゃんと会って吠えたりとかね、そういうのはもう全くないんですけど、そのね、夜中ね、喉乾いた時は吠えるんですよね。もうそれだけですね、困ってるのは。水いっぱいあげすぎちゃうとトイレ行きたくなっちゃうから、でムックもリオもね、もう外でしか、トイレ行きないんで、ね、外連れて行かなくちゃいけなくなっちゃうんで、あんまりね、水あげすぎちゃってもね、おしっこ近くなっちゃうんで、ね、あまりいっぱいもあげられないと。ね。まあそこだけですね、困ってるのはね。もうあとは可愛いっすね。もうリオンもムックもね。特にね、リオンは、甘え上手。ね。ムックはね、我が道を行けなんで、もうね、甘えたい時は甘えるけど、ね、そうじゃない時はもう一切ね、近寄ってこないですね、ムックはね。まあだけど、大型犬ね、飼おうかなとかね、悩んでる人はもうね、もうぜひね、大型犬ね、チャレンジしてもらいたいですね。まあ個体差あると思うんですけど、ね、吠えちゃう大型犬のゴールデンとかね、セントバナードもすごい吠えちゃうね、ワンちゃんもね、見たことありますね。ドッグランとか行くとね、だからね、うちは本当に、おとなしい子でね、良かったですけど、ね、まあ、飼い方にもあるのかな、ね、ね、そのやっぱり育て方でね、吠えちゃう子になっちゃったのかもしれないですね。だからそれはまあ飼い方と個体差があると思いますけど、だけど基本的にね、大型犬はね、おとなしいですよね。本当にね、ね、子供と遊んでる時間が本当に長い感じで、すごくね、大型犬は人間の子供に近いと思います。だからね、本当に飼おうかなと思ってる人はぜひ、いいんじゃないですかね。ゴールデンだったらね、体の大きさもね、そんなにすごく大きくならないんで、ね、まあ力は強いですけどね。ね、セントバナードはもう、まあリオのね、まあ2倍から3倍ぐらいね、ご飯食べますからね、体も大きくなりますし、ね、ただ、力はね強いけども、だけどこうおとなしいですからね。走ったりとかね、ドッグライン行ったら走ったりはしますけど、ね、他のワンちゃんにこう危害加えたりね、そういうのも全くないですね。むしろ人間大好きで、ね、人の周りにばっかり行ってずっとくっついてね、行くとどうしてもね、みんな撫でてくれるんでね、人に撫でてもらうのが大好きな2人ですね。ね、もうまあリオン、今日はね、なんかこれずっと見ててもね、リオンもムックもね、全然喧嘩してないからね、おとなしそうだなってね、思うかもしれないですけど、これ珍しいですね。これ結構ね、今日とか雨でね、外散歩を長い時間ね、ずっと行けない日なんかはね、やっぱりストレス溜まってるせいか、ね、家でもプロレスがねすごいんですけど、今日はね、まあだいぶね、遊ばせた後だからっていうのもあるかもしれないですけど、今日だいぶおとなしいですね。こうやってね、おとなしければ一番いいですし、であとね、二頭飼いだとね、そうね、散歩あまりできない時とかに、2頭でね、勝手にこうね、じゃれ合ってね、遊んで、ね、ストレス発散さし発散してくれるんでね、すごくね助かりますね。ただね、まあ、机のものとかね、そういうのはもうなぎ倒されるぐらい激しくね、2頭でね乱闘するんでね、まあ、そこら辺ね気をつけなくちゃいけないんですけど、だけどね、このやっぱり2頭いると、1頭だとね、やっぱり1頭でね、家部屋の中でね、おもちゃとかで遊ばせるとなると、やっぱりね、人の時間も必要になりますしね、なかなかおもちゃ飽きちゃいますからね。
ね、2頭だとね、やっぱり楽しくね、ずっとね、噛み合ったりして、じゃれ合ってね、遊んでくれるんで、ね、すごい楽ですね。まあ、こうやってね、テレビを見ながらね、撫でてれば、ね、満足してますから、ね、リオンももう嬉しそうですよね。ね、ムックはこの体勢が気持ちいいみたいで、地面がね、やっぱり寒いところにいる犬種なんで、ね、こういう夏とかは特にね、エアコンついてますけど、ね、冷たいね、床が気持ちいいみたいで、ピタッとくっついてますね。うちはね、もう扇風機と、あと、エアコンはつけっぱなしですね、ほとんどね。だから、まあ、夏だけはね、結構お金かかりますよね、そういった意味ではね。逆に冬はね、暖房なんか入れないんで、ね、お金かかんないです。ね。あ、リオンが動いてちょっと邪魔しに行ったな。大丈夫かな？喧嘩しない？大丈夫？あれ、ムック、おとなしいんですね。リオンは喜んでますね、尻尾振って。もうね、体重も重いからね、これ乗っかられると痛いですけどね、なんかね、踏んでくるんですよね、足とかね。今日はムックはおとなしいね、本当に。どうしたの、ムック。おとなしいね。ね、なんかリオのがちょっと落ち着きがない感じですね。あ、触ってもらいたいのか、リオは。これだけど、ムック来んじゃない？ムックはね、焼きもち焼きなんでね、ママがね、こう、あ、来た来た来た。ね、やっぱりね、ムック焼きもち焼きなんですよ。じゃあ、リオンをね、こう、ママがこう、こうイチャイチャしてると、もうムックすぐ来ますからね。やばいよ、ムックに。大丈夫、噛まれない、そこ大丈夫。体勢になんか。お腹噛まれたんじゃない、それ大丈夫。今、やばって顔してるかもしれない。噛まれた、噛まれた。大丈夫かな。あ、もうやばい、やばい。ほら、ほら、ほら。始まるか？大丈夫か？ということで、ご視聴ありがとうございました。またムックとリオンの、動画見てください。